どうもー、ミュージックマスクマジャパンボーカルのブルーでーす。ありがとうございます。大山の皆さん、こんにちは。あ、お手を振ってくれた可愛い女の子が、ありがとう。埼玉ギャルちゃんたち、ありがとうございます。あ、どうもどうもどうも。あ、どうも。私が何者かというのをちょっと説明したいと思いますね。今日はちょっと何者か、これだけ見たらわからないと思うんですけども、バンドのボーカルをやっています。前はですね、アイドルをやっていて、あの AKB48 をご存知ですか？AKB48 の高橋みなみさんと共演もしたことのあるフィッシュっていうアイドルグループのメンバーですね。はい、嘘ついてない。もうバッチ、タカミナのバッチみたいなものです。ね、すごいでしょ。ありがとう。タカミナ知ってます？皆さん、タカミナ知っと、知っと、知っと。タカミナがなんかメールでこうビスの宣伝も一回してくれたぐらい、もうすごい心の友みたいな感じなので、よかったらね、タカミナ好きな人も見ててくださいね。タカミナ好きじゃない人も見ててくださいね。今後売れる可能性もありますから、何かが間違ってね、ありますよ。なので今日ここに集まった人は、こんな土砂回りしているプーちゃんを見たことがあるよと自慢できるように頑張ってまいりますので、よかったら見ててくださいね。でも上の方が見やすいんだよね。ありがとうございます。で、今日なんでここに来たかというと、私ルイ・フロンテック・マツクマ・ジャパンというバンドをやってるんですけども、このバンドがですね、8月20日にミニセカンドミニアルバム「ジャポニカ2」をリリースすることになりました。ありがとう。これですね。なんでいきなりピンク・フロイドをオマージュしたかはちょっと私も理解ができないんですけども、こういうかっこいいアルバムになっていて、5曲入りで1500円です。今日あちらで予約していただけると、私と握手ができたり、チェキが取れたり、まあ、口説き落とせるのならばその先もあるかもしれませんね。よかったら1500円でチャレンジしてみてください。お待ちしています。はい、ありがとう。本当に狙ってね。はい、こんな感じ。どんな曲が入ってるかっていうとですね、このおじさん、真ん中のおじさん、松隈健太さんという人がメンバーにいてですね、その松隈さんという方は柴崎コウのラバソーを書いた人、中川翔子のヒューマンフライングヒューマノイドを書いた人で、割と有名な方、割とって言ったら今日いないからいいや、大丈夫、有名な方でございました。あとですね、ゆきさんや、元ジュリアン・ド・マリのゆきさんや、あとジュジュさんをね、プロデュースしている玉井さんというおじさんがこれまたいるんですけども、その玉井さんと松隈さんの共同プロデュースのアルバムになっています。でですね、だからもう私はジュジュさんやゆきさんやしょこたんや柴咲コウの妹に当たるわけですね。はい、間違ってないね。嘘ついてないでしょ。だからすごい売れそうでしょ、それだけ聞くと。なんで今日すごい子が大宮に来てたぞと、皆さんぜひつぶやいて帰っていただければなと思います。曲もね、すごくかっこよくなってますので、変拍子、スマップがやるより先に私は変拍子をやってますし、あとですね、ソニーっぽい曲だったりとか、ちょっと押してるんですよ、私そのソニーっぽい曲を。あとはちょっと卑猥の曲だったり、いろいろ入ってますので、すぐワード言ってはいけないとか、そういう決まりがいろいろあるんですよ。そういうね、すごい音楽好きな方が聴いてもうなるようなアルバムになってますので、ぜひこちら、あと1週間ぐらいで発売になりますので、よかったら予約していてください。